にちは、島村楽器横須賀プライム店の、ドラム講師の神保と申します。今日はですね、スタッフの野田さんと、一緒にですね、ドラムのセッティングについて、ちょっと解説動画ということで撮っていこうかなと思います。特にですね、あのセッティングですごい重要な、ドラムの椅子ですね、椅子と、それからスネアドラム、ね、この白いタイプですねと、このハイハット、ね、これの調節についてやっていこうと思います。この調節ができると、まあ、8ビートの練習だったり基本的な、練習が自分で、例えばスタジオを借りても、できたりしますので、今日はこちらの3点について、中心に、セッティングの講座をやっていきたいと思います。はい、じゃあ早速ですね、まず最初に椅子から調節を、していきたいと思います。なんで椅子からやるかっていうと、例えば、シンバル1枚とかを後から調節することってすごい簡単なんですよ。まあ、1とかこうやってちょっとずらせば大丈夫なんですけども、椅子を後から調節しようと思ってちょっと右にずらすと全部の楽器の距離感が変わってしまいます。で、まず椅子から決定します。で、椅子の、位置の決め方、距離感と高さ、このね2点を、決定すれば、大体いい感じになります。で、まずですね、椅子の、位置の決め方なんですけども、うん、バスドラムのペダル、これの直線上に大体中心が来るように置いてもらって、うん、で、まあ、試しにこうやって腰掛けてみるとか、座るときはちょっと浅めに座るのがポイントです。はい、で、大体、ペダルの中央よりちょっと前ぐらいに足を置いてもらって、うん、で、この足の角度が90度よりちょっと、開くぐらい、まあ、100度、110度ぐらいですかね、になるのを、目安に調節していきます。はい、でもちろん実際に踏んで叩きやすさとかを確かめてもいいと思います。はい、で、ただ今この状態だとちょっと開きすぎてるので、で足が膝、この膝より足が前に来てるので、はい、ちょっとこれを直していきます。ちょっとぐーっと、はい、僕だと大体この辺がいい感じですね。はい、で、この距離感だけでなくて、バスドラムのこの椅子の高さ、椅子の高さなんですけども、はい、これも、上下できるので、ここにですね、真ん中のネジがちょっと緩めて、うん、で大体今売られてるタイプはこのタイプが多いと思うんですけど、まあ、スクリュータイプとかいうやつですね。はい、これここがネジになってて、うん、右回りに回すと低くなって、うん、左回りに回すと高くなってきます。はい、でこれも高さがさっき言った90度ぐらいだとちょっと低すぎるので、うん、それより少し上がるように僕だと大体こんなもんですかね。うん、はい、良さそうですね。はい、で、注意点なんですけども、はい、この辺をですね、このネジの部分を触っちゃうと、うん、手が真っ黒になっちゃうので、はい、ご注意ください。はい、それから、この辺触るときは必ず降りて、ね、やった方がいいですね。はい、座りながらやると一気にガコって下がっちゃう場合があって、指とか挟んじゃう危険性があるので、最初慣れないうちは特に降りて操作してください。うん、はい、ね、ということで、椅子の位置についてはだいたいこんな感じですね。はい、はい、続いてスネア行ってみましょう。はい、はい、じゃあ続いてスネアの、位置と高さについてですね。はい、スネアは、ですね、まずそもそもスネアがどうなってるかというと、これ実はスタンドにこう乗ってるだけの状態ですね。このままパコッと外れます。はい、で、この乗せているスタンドなんですけど、ね、こんな感じの構造ですね。で、大体ですね、調節してほしいのがこの真ん中のネジ、真ん中、こっちか、真ん中のネジを緩めると、はい、まあ、高さがこう上下できると、あとはこの上の方のネジですね。はい、ここを調節すると角度が調節できます。まず、高さをちょっといい感じにして、はい、で角度をちょっと手前側にすると、大体
いい感じになります。はい、はい、で、いい感じっていうのはどういう感じかっていうと、はい、高さについてですね、はい、ちょっと今ね無理やり高くして変なセッティングにあえてしてみました。このまま叩こうとすると、はい、肘をだいたいスティックの先端と一直線ぐらいに構えて、で90度に構えるとして、その時に、ね、突然とこうキックを下ろした時に縁に当たっちゃってる状態です、ね、これだと、高すぎますので、はい、これは、もっと下げてもいい感じですね、はい、ちょっと下げてみます。大体5センチぐらいです。もう一回、ね、肘が90度になってて、スティックの先端が一直線ぐらい、はい、まだちょっと当たりそうな感じですね、うん、あ、てか下げれば下げるほどその縁には当たりにくくなるので、うん、じゃあ下げた方がいいじゃんと思うんですけど、そうでもなくて、うん、例えばこの前のねハム類っていうのはこれ以上下がらないラインがあるので、はい、スネアからこうね、ハムに移動する時のこの距離の近さだったりとか、うん、あと、リムショットといってですね、スネアを叩く時に縁を同時に叩く叩き方があるんですけども、それをやる時に低すぎると叩きにくかったりするので、うん、まあ、下げすぎず、うん、まあ、上げすぎずっていう感じの微妙なラインを、ね、狙っていってると思います。だいたい僕の場合はスネアこんぐらいの、ね、距離感ですね。椅子との関係性、まあ、この辺とかも参考にするといいと思います、はい、じゃあ続いてハイハットを見てみましょう、はい、じゃあ最後にハイハットの、距離感、まあ、位置と、それから高さ、あとハイハット独特のちょっと構造があるのでそれも説明しますね、はい、まず、位置というか距離感についてなんですけども、スネアを基準にしてだいたい右足と左足が左右対称になるようにまず配置します。で、おすすめはバスドラムよりも少し、まあ、ペダルよりも少し手前に来るぐらいが操作しやすいかなと思います。というのも、右足バスドラムは、割とペダルのこの中央ぐらいを踏んだりする機会が多いのに対して、ハイハットは、割と足を奥まで、ね、入れるので、その距離感の違いでこっちだけ少し手前に入れることをお勧めしています。なので距離感というか位置はということで、で、続いて高さなんですけども、ちょっとその前にハイハットどういう構造になっているか、見ていきましょう、はい、まずハイハットはですね2枚のシンバルがこう合わさってできてるんですけども、上のシンバル実はこうパコッと外れて、で、下のシンバルはこれスネアと一緒で乗ってるだけの状態ですね。で、このハイハットのペダルを見えるかな、ね、踏むと中の棒が上下する状態ですね。でこの中の棒に対してこれをくっつけてあげると、ね、これが上下する状態ですね。でこれを近づけると閉じられるので、これの上のこのハイハットの距離感と下のそもそものハイハットの位置ですね、それを調節していきます。でまずですね、下から調節したいので上は、緩めて置いておきます。今ね乗っかってる状態ですね。で下のまず距離感っていうか位置なんですけども、スネアから拳2個分こんな感じです拳2個分で、グッと、この辺に来るとですね、少し上げます。はい、こんなもんですね。で、ここから、このハイハットの上の部分ですね、上の方をこうね、やっていくんですけども、だいたい1センチとか 1.5 センチぐらいですかね、僕はいつもね。これもかなり人によって違いますね、プロの人でももう 3,4 センチ上げる人から、僕は結構狭めが好きなんで1センチぐらいとか、で、これおすすめなやり方はですね、全くこう今緩めた状態から少し踏んで少し踏んでさっ
わかりますね。少し踏んだ状態でこうやって締めてあげると、まあ、片手でハイハット操作できるんで、これ実はねライブ中とかにこうバシってこう外れちゃう時とかあるんですね。あれあれ外れちゃったみたいな時でもできたりするので、この締め方ですね、楽なので、ね、覚えておきましょう。こんな感じです。はい、ということで大体ね、このいわゆる3点と言われているバスドラム、スネアドラム、ハイハットを叩くためのセッティングは以上ですね。で、ちょっと注意点として、結構ですね、まあ、スタジオとか入ると、もう前使ってた人が、すごい、ムキムキの人か分かんないですけど、めちゃくちゃ硬い時があるんですね、このネジとかが。はい、で、そういう時にですね、最近はそれ専用のグリップみたいなのも売ってるんですけど、それがない時に、スティックでこうやって、ね、こう挟んだ状態で、こうやってあげると、簡単に外れたりするので、それをもうちょっと役立ててみてください。あとは、逆に締める時、締める時は次使う人のことを考えて、本気じゃなくて7割ぐらいの力でキュッとやってあげると、意外とそんなにギュウギュウ締めなくてもこういうの止まるので、それを配慮しながら次の人のことも考えて、セッティングをねやっていきましょう。ということで、この動画は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。